皆さんこんにちは。村上選手2億2000万円での契約更改おめでとうございます。来年もよろしくお願いします。みるみでございます。というわけで今回の動画はこちらの動画になります。はい、先日からですねこちら10連オービンセレクション第3弾の方がね登場しております。今年はですね OB の選手とそしてスピリーグ監督といったところで OB 選手ねかなりなんかね多く来ているようなイメージがありますが、まだ第3弾かというような感じで登場しております。そしてなんとね今回ここ OB 第3弾で自チーム確定のね枠がやってきました。例年はね OB 第3弾で言うと自チーム確定のところはなしで結構豪華な選手がね来ているイメージがあったんですが、今回はどうなのでしょうか、見ていきたいと思います。そんな中スワローズで登場した選手こちらの選手になります。はい、若松勉さんでございます。というところで今回はねこの若松勉さんについて純正ヤクルト目線で徹底解説の方やっていこうかなと思っております。またそれに合わせてですねこの OB セレクション自チームありというところで、まあ無課金純正という立場でね引くべきなのかどうなのか、まあ美課金もねそうですけれども引くべきなのかどうなのかと、そちらについてもね詳しく解説の方できればいいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画テーマはこういった感じになります。はい、まず最初にですね若松勉さんの能力評論の方をやっていきます。その後にですね無課金純正ヤクルト勢は OB 第3弾を引くべきなのかどうなのか、こちらについての2本立てで解説していこうかなと思っております。このチャンネルではですね無課金純正ヤクルトプレイヤーの目線でプロスピエースの動画を公開しております。無課金やヤクルト寄りの解説などね攻略など知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで早速行ってみましょう。はい、それでは早速若松選手の能力から見ていこうかなと思っております。まずスピリッツはですねこちら OB というところで3800という形で登場しております。3能力の方見ていきますと、ミート84の A、 パワー74の B、 走力77の B、 弾道がね中弾道ということで、で ABB のミート型のセンターという形になっております。なんか最近ですねミート型のセンターについて解説したような気もしますが、まあそれは置いておきましょう。称号なしでミート84という高い能力を持っているっていうところがねまずこの若松さんの魅力的なところかなというところでございます。スワローズにはですねもともとセンターでミート型の選手っていうのもかなり少ないので、これはですねかなり貴重な選手になっていくのかなというところでございます。でこの若松選手なんですけれどもう称号でのね同値とかあと総力 A とかに関しては狙えないというところ、ここはねちょっとまあ残念なところといえば残念なところかなと思います。総力77というところなので、まあ、総力プラス3の称号がないので ABA という形にはできないというところ、ここがね A にできるってなると本当に強い選手だなというところだったんですが、まあねここは仕方ないところかなと思います。まあミート以外のねパワー総力に関しても B というところでかなり高い数値でありますので、基礎能力としてはねかなりハイクラスの選手になっているなというところでございます。続いて守備適性の方見ていきますと、センターがメインポジションで B72、 そしてレフトライトが C の65という形になっております。3能力の方も合わせて見ていきますと、補給が73の B、 スローイング65の C、 肩64の C というところで BCC という形になっております。限界突破ね超3まで進めることによってレフトライトも守ることができるので、ここはですね純正をねやってる立場としては非常にね使い勝手のいい選手だなというところであります。またですね補給が 73B と非常に高いというところ、またセンターの場合ですとね適正 72B ありますので、このね守備能力の高さは特に外野手ではヤクルトでトップクラスかなと思います。打撃もね能力非常に高く、守備もねこれだけ高い能力なので総合力で言うとね本当に強い選手になってくるのかなと思います。センターじゃなくてもねレフトライトも C ありますので、外野であればどこでも高い能力で使える選手かなという印象でございます。続いて特殊能力のを見ていきますと、超特殊能力が超アベレージヒッター、そして流し打ち回逆境というところで、注目すべきポイントとしてはこの超アベレージヒッター、そして、逆境というところかなと思います。超アベレージヒッターについてはですね青木選手などが持っていたりするんですけれども、ヒット性の打球が出やすいというところでミート大アップ、そしてヒット確率アップというところで、まあもともとミートの高いねこの若松さんですので、さらにねミート大アップというところでもうミートはねほぼ99ぐらいのサイズになっていくのかなというところ、あとヒット確率アップというところでヒット性の打球がね出やすくなるというところは自走車についてもそうですし、
リーグとかね、最強決定戦でも活躍してくれる選手なのかなというところです。もう一つ注目すべきなのがこの逆境かなというところです。能力としては7回以降ビハインド時に打力が上がるという形でミート中パワー中アップという形になってまして、リーグとかね、最強決定戦などで使っていくときは、まあ、試合としてね負けているときに能力が上がるというものなんですけれども、リアタイってなってくるとリアタイの場合ね、7回までリアタイすることってほぼないんですよね。はい、そうなってくるとこの逆境どうなるのかと思って、僕もね知らなかったのでちょっと調べてみたんですけれども、どうやらねリアタイの時にはビハインド時に打力が上がるという形になるみたいです。7回以降という制限はなくなるようなので、リアタイの使い方としてはビハインドの時にね代打で出したりとかっていうことでかなり使える能力みたいです。まあ、特にねリアタイをやられる方にとっては注目していい特殊能力なのかなというところでございます。あとはですね、 OB 選手やタイムスリップ選手に総じて言えることではあるんですけれども、限界突破素材の方集めにくくなっておりますので、限界突破ね極みまで持っていくのがまあ難しいというところ、これは一つデメリットかなという部分になってきます。はい、というわけでね、若松選手の能力見ていきましたが、かなりですね打撃能力、特にミートが高いですし、守備能力に関しても非常に高い水準を誇っておりますので、特にねヤクルトで現状登場している外野手たち、まあ過去に登場している外野手と総合力で見ていくと、やっぱりね若松さんトップクラスに強い選手なのかなという印象はあるかなと思います。でですね、特殊能力の方もアベレージヒッターとか逆境とかそういった部分もついてますので、リアタイでもリーグでも使えるという意味ではかなりね使い勝手のいい選手になってくるのかなというような印象でございました。というわけで以上、若松勉さんの能力評論でした。はい、それではですね、ここから無課金純正という立場にまたぐっと寄せていきまして、今回のね OB セレクション第3弾無課金純正ヤクルト勢は引くべきなのかどうなのか、こちらについて解説していこうかなと思います。まあ、今回ですね OB 第3弾で初の自チーム確定があるというところで、一番ね悩まれている方っていうのは多いかなと思います。僕もですね無課金純正ヤクルトという立場でやっておりますので、皆さんにね解説できればなと思っております。それでは結論の方からいきたいと思います。今回のOB セレクション第3弾無課金純正ヤクルト勢は、外野手のオーダーを強化したいなら引いて OK とさせていただきました。はい、今回のですね若松選手、個人的には結構おすすめな選手なのかなという部分でございます。まあ、直前でねスピリーグ監督というところで真中さんが登場していたので、まあセンター2連チャンかよという部分はありましたけれども、まあこの若松さんの能力なら全然引くタイミングとしては OK なのかなと思っております。というわけでここからね、なぜこういった結論に至ったのかというところ、メリットデメリットをご紹介していきますので、ぜひね皆さん引くかどうかの参考にしていただければなと思っております。それではまずね OB 若松選手を引くメリットの方をご紹介していきますが、大きく2つございます。はい、まず1つ目こちらでございます。外野守備が安定するというところです。はい、これねどういうことかと言いますと、まあ、スワローズ純正をやられている方だと結構ねもう分かっているっていう方多いかもしれませんが、今年のね2021年のシリーズの通常 S の外野陣はですね結構守備が不安だったりします。はい、現在のですね登場している外野陣なんですけれども、こういった感じです。はい、レフトが青木選手ですね、でセンターが塩見選手、ライトがサンタナ選手というところで、一応ですねこちら3枚とも排出されているような状態になっているんですけれども、まあね青木選手に関してはかなり適性などもね高くて守備はある程度安心できるかなというところなんですけれども、まあ、ちょっとね塩見選手とサンタナ選手ですかね、はい、この辺がですね特に補給なんていうところが F だったりしますので、結構ね心配といえば心配なんですよね。塩見選手も適性が上がったりしているので守備範囲が広いんですけれども、まあちょっとこの補給ではというところですよね。はい、そういったところでこのね若松さんに関してはこれだけ高い守備適性を持っております。レフトもライトもね C ありますし、補給 B、 スローイング C、 肩 C ですので、まあどこを守らせても本当に大丈夫というところですので、外野のね全体の守備力アップがね期待できるかなというところです。オーダーによってね形は様々かもしれませんが、若松選手がね一人外野に入ることによって
てかなりね外野の守備力は安心できる状態になるかなというところでございます。またですね今回 OB 第3弾に関しましてはこのバッティングトラベラーのイベントで A ランクのね確定の配布がございます。 A ランクの OB 選択契約書が1枚2枚とありますので確定で2枚 A ランクが手に入れられると考えると限界突破の方もね非常にしやすいというところもポイントになってきます。調査にすることによってねレフトとライトも使うことができますので基本的にセンターだけじゃなくレフトライトを埋めるという考えでも使えるというところが非常にいいところですね。特にですねやはり無課金とか微課金の方だと素材のところがねどうしても気になってくると思うので、まあ、最低でも調査にできればある程度外で使えるというところが非常にいいポイントだなというところでございます。続いてのメリットがこちらです。はい、ヤクルトで貴重なミート型センターというところでございます。これは真中選手の時と同じような解説になってくるんですけれども2021年のね通常 S で登場しているセンターっていうのが塩見選手そしてでまあ、今のところ登場しないんですけれども、まあ、山崎選手ですね山崎幸太郎選手が出る可能性っていうところがあるかなと思います。あとはまあ並木選手とかもいたりするんですけれどもどれもですね総力型というような形になっておりますというところがありますので純正オーダーをね考えていくとどうしてもまあ総力型は1人入ってくる総力型は1人2人入ってくるような形になってくるんですけれどもこのね若松さんに関してはミート型という部分がありますのでそういった部分をねカバーできるというところが強い部分ですね。中途精密とかミート A 超えてますのでアンダー製造機のコンボですねミート A をね並べることによって登場するコンボですけれどもそういったねミート系のコンボをね優先して発動していきたいという方オーダーがある程度完成してきていてコンボにねこだわっていきたいという方にとってはこの若松さんのセンターというところ非常にね使い勝手のいい選手メリットとなってくるのかなというような部分でございます。はい、続きまして大井若松選手を引くデメリットの方ですけれどもこちらもまあ大きく2つ挙げさせていただきました。はい、まず1つ目こちらでございます。極みまでの育成が難しいというところです。先ほどもお話した通りイベントでのね確定配布というところはまあ2枚あります。あとはですねランダムの A ランクというところあとはね、まあ、ガチャでの登場というところで今回の素材を集めるような形になるかなと思いますが若松さんに関してはですね過去に2度登場したタイミングがございます。はい、こちらですね2019年のシリーズ2で若松さん登場しておりますし、はい、2016年のシリーズ2でも OB 若松さんというところが登場しておりまして結構ね過去の素材を持っている方っていうのもいらっしゃるかもしれません。ですのでそういった部分も加味しつつあとはまあ限界突破コーチがねどのくらい余裕があるんだろうかというところそこをねある程度考慮しながら引いていく必要はあるかなと思っております。続いて2つ目こちらです。年末イベント前にエナジーを消費してしまうというところでございます。これはまあデメリットかというとちょっと微妙なところではあるんですけれども頭に置いておくといいところかなと思っておりまして今年はですねかなりイベントですねプロスペースの中のイベントがイレギュラーな形で登場しております。まあ、今回のね OB 第3弾が自チーム確定になっているというところに関してももう例年とは違う形になってますし、まあ、スピリーグ監督が出たりとか OB 1弾2弾でね確定がなかったりとかいろいろとこう揺さぶられてきているので、まあ、年末の福袋とかそれ以降のガチャっていうところが例年とね変わってくる可能性っていうところがあるかもしれません。もしかしたら無課金的にも激アツスカウトが来る可能性も、なきにしもあらずというようなところですので、まあ今のタイミングでね1500エナジーを使ってしまうと年末までのエナジーを貯めてる方っていうのはかなりね少ないかなと思いますので、まあそこもですね一応頭に入れて引くかどうかっていうところを考えていただければいいのかなというところでございます。というわけでメリットとデメリットの方をご紹介していきましたが結局のところ一番大事なポイントは何なのかというところですけれども、それがこちらでございます。はい、外野手の戦力強化をしたいかどうかというところになるかなと思います。何度も言っていますけれども打撃とか守備どちらもですねバランスよく強い外野手というところで若松さんは上がるかなと思います。総合力はですね青木さんとかとね近い能力で OB とかねタイムスリップの中の選手でもトップクラスにね能力は高い選手かなと思っております。パワーがねめちゃめちゃあってホームランめっちゃ打てるっていう選手ではないんですけれども、総合力は非常に高い選手ですので、特にリアタイっていうよりもリーグなどではかなり使いやすい選手かなというところでございます。特にですね純正を作ってる途中だよという方、 A ランクとかね S ランクまだ混ざってんだよねという方とか、あとはですね基本的に無課金の方にも今回は素材配布があったりしますので、で調査でねレフトもライトも守れるようになるというところで OB
OB 選手の中では比較的ね使いやすい選手になってくるのかなと思っておりますので、ぜひですね外野手ちょっと強くしたいなという方は聞いてみるのは良い判断かなというところでございます。もう一つですね、スカウトを引く判断のポイントとしてはこちらが上がるかなと思います。はい、若松勉さんのファンでしたら60連 OK かなと思います。はい、こちらですね毎回僕の解説動画ではお話ししてるんですけれども、やはりねプロスピエース、自分の好きな選手でゲームをねアプリを楽しんでいくというところが一番楽しいところかなと思っております。特に純正をやられてる方という方は本当にねヤクルトが好きとか、ヤクルトのあの選手が好きとか、リアルのねプロ野球の方もヤクルトを応援してるって方非常に多いかなと思いますので、そういった中でね若松友さんのねファンでねゲームの中で使ってみたいという方にとってはもうね絶好のタイミングだと思います。ぜひね60連して若松さんを手に入れてプロスピエースを遊んでみてください。逆にですね今回のタイミング逃しますと次登場するのが本当に早くて1年後、長ければ2年後3年後という形になってきますので、ぜひですねそこ迷われている方はファンなら行っちゃっていいのかなと思っております。またですね今回 OB 第3弾のところはイベントが開催されております。この報酬一覧のところにですね OB のね第3弾の S ランク契約書、こちらね 33% ではあるんですが登場しております。ですので60連する前にまずねこのイベントの方を必ず走り終えて、この累計の 33% を開けるというところ、まずはねこれをやっていただければいいのかなと思います。ここでですねぜひ神引きをまずね狙っていってから60連するかどうかというところを検討してみていただければなと思っております。というわけで以上、無課金純正ヤクルト勢 OB セレクション第3弾引く引かないでした。はい、というわけで今回は OB 第3弾若松勉さんについて徹底解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、前回のねスピリーグ監督がセンターだったというところで、また今回もねセンターの解説をしていたなというような印象でしたが、あくまでゲームの中の話ではありますが、真中さんよりも上位互換の選手が確定で登場してきてしまったなというところが印象的ですね。今年はですねハウエル選手とフォーナー選手が同じタイミングで出てきたりとか、かなりねヤクルトの選手ポジションかぶりというか似た選手を連続で出すことが多いなというところでちょっと驚いているところでございます。でもですねこの若松さんに関しては素材配布もありますし、無課金とか美課金でも使いやすい選手ではあるので、本当にね興味がある方はぜひ引いてみるといいのかなというところでございます。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピエースの動画、今後もね無課金純正ヤクルト目線で動画を撮っていこうと思っておりますので、動画についてのご意見とかご感想に関しましてはぜひコメントまでいただけると幸いでございます。またですねこの若松選手の解説良かったよと思っていただけた方はぜひ高評価、チャンネル登録などもしていただけますと、今後もね動画投稿のモチベーションにつながっていきますので、ポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のプロスピエースの動画でお会いいたしましょう。それでは。